四季の花見春長が、勝川春長とは、江戸時代の浮世絵師、勝川春将の門人、本生は不詳、名は吉左衛門。画星に、勝川を称し、有志馬道、紫苑、東紫苑、中林社、吉座道とゴース、安永から完成にかけて活躍した。役者への春将門下であったが、主に、鳥居清長風の伸び伸びとしたくれない未来による、 有縁な美人画を描き、柱へ、三枚続くに力作を残した。高島屋を必須など、支中の巧妙な美人を描く一方、三枚、続くの群像の代表作として、天明期の、飛鳥山花見、田んぼ道のさ山、夕立山宿りなどなど、天明から完成期にかけてゆったりとした美人画を残している。天明後期の頃になると、まるで、 清永と見まがうばかりのあでやかな美人画を多数描き、その人気を清永と二分した。柱絵にも優れた作品があり、行図一にも危ないではなく羅大描写で芳醇な香りが見られる。文才もあったようで、あとに画業を捨て久保と清水の門人となり、吉座道春寺をと称して、教区教文を書いた。春長画。肉筆画は佳作であったが、同じく天明記の、 ホタルガニビジンズや、同門の勝川春常と合作した、遊君ハゲズ、カギと中井図ズなどはよく知られている。これは、春朝と春常が、江戸の女性風俗を共作したタイの掛け軸で、春朝は、桜咲吉原中市町でお揃いの着物を着たハゲを、引き連れたオイラン道中を、春常は、柳の葉の茂る夏の夜道を行く芸者と三味ミ箱こと、 提灯を手にした中井を描く。いずれも、落款のほか、顔を押す。完成2年から、その翌年にかけて、北川歌丸による、美人大首絵が現れると、大衆の好みは、大首絵の方へ移っていった。春朝は、この時期に、浮世絵師を辞めたらしく、作品は残されていない。没年は不明だが、浮世絵る以降によれば文政4年まで存命しており、長寿の人だったという。 ありがとうございます。